皆さんこんばんは。バーネコマタヤの新井です。いつも番組をご視聴ありがとうございます。今日はちょっと初めてカクテルじゃない動画を送ろうかなと思ってます。何がいいかなっていうふうにね、さっきまで考えていたんですけど、普段僕の中では当たり前なんですが、ちょっとねかっこいいボトルの開け方、そして注ぎ方なんていうのが面白いかなと思って、僕の中では当たり前なんですけどね、結構みんな知らない方がいらっしゃるので、なんかここをスマートにサササッってできると、ちょっと見てる人たちがおかっこいいなとかね思うと思うんで、ちょっと自宅で水割りとかハイボールとか作るときにこんな所作をしたらかっこいいんじゃないかっていう動画をちょっと今日は撮りたいと思います。まずはじゃあ一般的な例を、これがまあお酒ですけども、まあハイボールのね、まあ角瓶でも構いませんだとしましょう。ボトルを開けながらメジャーカップとかを使ってグラスの中に液体を注ぎ入れるんですね。一般の方だと多分こうするんじゃないかな、多分どっちの手でもいいけど、取ってキャップ開けます。右手で開けるかな、右利きが多いから。そしたらキャップどうしましょうかね、浮いちゃうんだよねきっとね。で持ち替えて、そしてメジャーカップに注ぐよね、こうやってね注いでグラスに入れますよね。そしてまたメジャーカップ置いて、でキャップを取って、キャップをこうやって閉めるかな、ね、これでもいいんですけど、ちょっと素人っぽいというか、なんでプロの開け方と注ぎ方を今日は教えます。まずはですね、ボトルを必ずね向かって左側に置かボトルを置くんですよ。そして左手で取って、そして右手でボトルを持ってきます。正面で注ぐんですね、僕ボトル、そしてグラスみたいな、ここが 一線になった方がかっこいいんです。こっちから注いだりこっちから注いだりするとちょっとかっこ悪いんですね。なので、まあ、ここで正面で、そしたら左手の親指中指人差し指のね3本でねボトルのね縁を取ってあげるんですね。そしたら手首のスナップを効かせながら中指をぐるぐるぐるっと回して親指にチェンジします。そして親指と薬指と中指と親指と中指とね3本の間に挟み込むんですね。で挟み込んだ状態で持ったままメジャーカップを人差し指と中指の間でこう挟んであげるんです。そしたら、まあ、これはこのまましっかり押さえていただいても構いませんし、僕は後ろに持ってきた方がね安定するんですよね、はい、この状態で正面から注いで手前から奥に注ぎます。ここまで行くとちょっと手首が痛そうでしょ。初めてそこでね肘を入れるんですね、内側に。そうするとね一緒にね返してあげるんです。ここで切ってあげて戻して、液だれをしている可能性があるので、ね、まあ、トーションとかで拭いてあげて、そしたらまた今度は親指から3点はめて中指に移動してあげて、手首で最後に引いて締まります。ゆっくりやってみましょう。はい、こんな感じですね。ほら、これだけでもかっこいいけど、慣れてくるとこれをスピードアップさせるとよりかっこよく見えます。だけど音楽とかと一緒なんですけども、何回も間違っちゃうとね、間違って荒く見えちゃうんですね。だから初めはゆっくりでいいんで丁寧にミスをしないようにして、それが慣れてくると自然と多分スピードアップしてきますから、その方が僕はスマートでかっこいいんじゃないかなと思います。じゃあちょっと少しスピードアップしたバージョンやってみましょう。さっきよりちょっと速くなったでしょ。じゃあ今度はメリハリをつけてもうちょっと速くやりましょう。いいですか。これが多分僕の通常の業務の時やってるぐらいのスピードかもしれません。ほら速いでしょだからこうやってちょっとだけ
まあ、これここまでやれなんてこと言ってるわけじゃないですけど、ちょっとなんかね、彼女の前でなんかカクテル作ったりね、家の、ね、方にカクテル振る舞ったりするときに、ちょっとこんな所作が入ってくると家族とか恋人から、お、なんかちょっとかっこいいんじゃないのなんてね、話になったら面白いかなと思って遊び心で動画を撮ってみました。ぜひこんな感覚で、まあ、他にもね、もう評判が良ければもっといろんなテクニックとかが実はいっぱいあるんで、まあ、そんなことも、紹介したらいいなと思ってますので、ぜひチャンネル登録といいねよろしくお願いします。またね。